越し屋さん上名店街、本日は大気水産回転寿司河原町三条店さんにやってきました。お話を伺いますのは店長の中井康弘さんです。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、もう2月も終わりになりましたが、中井店長や大気水産さん、最近いかがでしょうか。はい、2月に入りまして、外国人の観光客の方が、中国の春節も手伝って、はい、中国人の方が多く来店されまして、はい、賑わっております。ありがとうございます。ちょっと中井店長、後ろ向いていただいていいですか。はい、この青い、これはお店の、もっとぐるっと、はい、町の港って書いてる、これ大気水産さんの、はい、コスチューム。そうですね、ジャンバーになります。はい、はい、そんな素敵な出立ちでお越しいただきましたけれども、はい、この時期おすすめのお魚、はい、どんなものが召し上がれるでしょうか。はい、ただいまですね、はい、早春寿司祭っていうフェアを、早春寿司祭り3月10日までのフェアでございますね。はい、はい、開催しておりまして、はい、はい、こちらの天然魚とかサワラ、天然鯛とかサワラがお安く食べれます。はい、天然マダイだったら170円。そうですね、いつもやったら290円とかで出してるんですけど、だいぶお安い。大丈夫ですか。しんどいですこれは食べなきゃ、はい、そうですね、せっかくやってるんで食べてもらわないと損やと思いますんで。はい、ここに写させていただいてるのは黒瀬ぶりと読みしてよろしいのでしょうか。はい、寒ぶりですね。そうですね、はい、今もう2月ね、脂乗ってきて一番美味しい時期なんで、はい、ぶりぜひ。はい、ぶりと寒ぶりの違いって油になるんですね。そうですね、はい、寒い時期油乗ってくるんで、うん、最も油乗ってるぶりを寒ぶりって、はい、言うようにしてます。ありがとうございます。他にもこのメニュー、本当にこの部屋ならではの、はい、セットがたくさんあるようです、はい、もう少しご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、やっぱ一番私はこの五貫盛りですね。寿司祭り五貫盛り、はい、なんとも贅沢です。990円税抜き。そうですね、はい、リーズナブルにこの寿司祭りのやつ全部入ったような感じの盛り合わせになりますんで、ぜひ一度食べていただきたいですね。はい、ありがとうございます。はい、最後にリスナーの皆様に何か一言お願いします。はい、毎日鮮度を命に、営業しておりますので、ぜひご来店いただけたらと思います。よろしくお願いします。本日は大気水産回転寿司河原町三条店さんの中井店長様にお話伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。